今年10月、世界ジオパーク再認定に向けた現地審査が行われた伊豆半島ジオパークについて、ユネスコは再認定を決めました。日本ジオパーク委員会によりますと、ユネスコは今月開かれた評議会の結果、伊豆半島ジオパークを含む日本の6つの地域を世界ジオパークに再認定したと発表しました。 2018年に世界ジオパークに認定された伊豆半島ジオパークでは、今年10月、再認定に向けた現地審査が行われ、海外の審査員が西伊豆町の小金崎など伊豆半島の実家賞を訪問していました。再認定を受けて美しい伊豆創造センターは、2018年の認定後のジオパーク活動が評価され、大変に嬉しく思いますとコメントしています。